どうもしげしげです。本日は公式ホームページが更新されまして、ハッピーバースデーパズドライラストレーターお誕生日モンスターパワーアップ実施が発表されました。実装日11月29日火曜日なんですけれども、今回は日野慎之介さんのお誕生日、あと中村エイトさんのお誕生日を記念してということで、マシンノア、ネフティス、バルディン、バルボアがパワーアップするという感じになっております。新たなアシスト進化もあるので見ていきたいと思います。まずネフティスですが、首飾りシェヘドラの奇跡を使ったものが追加されるわけなんですけれども、これはまあ周回勢はしっかり確保ですね。神タイプ追加はまあ一旦置いといて、コンボドロップに加えて闇列強化3つでドラゴンキラー、素晴らしい。スキルも10ターンで2ターン継続の無効貫通スキルからのロック解除、光闇回復を10個ずつ生成、つまり5、6番面だと30個、はい、変換できるので、そういうことです。強いで、マシンノア、このキャラもまあダンジョンのキャラではあるんですけど、めちゃめちゃな性能をしてると思っております。まずマシンタイプ追加からの 50% 以上強化が2つ、まあここまではまあ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 、これでも強いんですけどね。はい、スキルを見てください。16ターンで2ターン継続の属性吸収無効からのロック解除、水花火、素晴らしいですね。これは複数作っておきましょう。でバルディン、こちらもマシンタイプ追加からのスキブ無効貫通 HP 強化となっておりますが、スキル注目してください。16ターンで4ターン威嚇、つまりスキブ4ターン威嚇武器なので、まあ5ターン分稼げるといった武器になっております。さらにまあ4ターン継続の4コンボ加算もついているので、まあ、最近のねコンボ減少ギミックとかにも対応できるというところもあるので、作っておいて全く損はないかなというものになっております。さあそしてバルボア、このキャラもまあ入手しやすいキャラではあったと思うんですけど、チーム HP 強化3つの武器になっております。まあ、マシンタイプ追加だったり、まあ、普通の HP 強化だったりもくっついてるんですけど、これもまたスキルがね普通に使えるんですよね、攻略方面で。はい、8ターンで2種全回復、消せないドロップと覚醒無効全回復しながら2ターン継続のダメージ半減がくっついてるので、まあ一応おでドラの武器とかがチーム回復強化4つだっけとかで、まあ差別化というか、まあ、選択肢になってくるかなと思うんですけど、回復力を伸ばせるオデドラ武器か HP 伸ばせるバルボア武器みたいな、そんなイメージでいいんじゃないでしょうか。で、ここからが本体のパワーアップなんですけど、マシンのはこれぶっ飛びすぎじゃない？火力覚醒としては 50% 以上強化が4つで、超つなげ消し1個で、超覚醒に超つなげ消しがあるというところで、まあそのキリミちゃんとは相性悪いんですけど、まあその水パー周回の違う選択肢が出てきたといった感じのイメージじゃないでしょうか。でそのね、花火と同時に消せないドロップ、覚醒無効状態全回復できるというね、あの万竜の進化前みたいな感じのやつの水版みたいなね、はい、とても優秀だと思います。これやばいと思います。作りましょう。で、進化後に関しては自称ですね。はい、50% 減るが、まあ、ブレスも打ちながらロック解除、水花火で、火力覚醒も 50% 以下強化3つと、超覚醒込み超つなげ消し2個持ちという感じになっております。まあ、こっちはキリミちゃんとの相性もいいっすよね。はい、そんな感じです。で、超転生ネフティスに関してもスキル一旦縮まっております。エンハンスの倍率も 1.5 倍から2倍になっていて、はい、まあ、順当な強化をもらったかなという感じです。このキャラに関しても、まあ、超つなぎ消し2個持ちになれたりもするし、まあ、コンボドロップもあるしということで、まあ、ダンジョンによっては全然ね、次回でもあるんじゃないでしょうか。使い方かな、ダンジョンというか。はい。で、バルディンに関しても、この形態ですね。極性じゃない形態も、パワーアップ来ております。超つなぎ消し系ですね。はい。素で1個もらってるのと、超覚醒にも追加されてるというところで、そのねパーツになりうる性能かなと思うんですけど、このキャラに関しては副属性がないっていうところで、それこそ周回を突き詰めていくとね、あ、これ副属性ない方がちょっと早いじゃんとかにもなってくるんで、そういった時に活躍するんじゃないでしょうか。で、極性の方なんですけども、まあ、こっちは普通に攻略方面で強いかなと思っていて、スキル4ターンで1ターンの間ドラゴンとマシンタイプの攻撃力4倍で、ロック解除はないんですけど、光とお邪魔を火に、木と毒ドロップを闇にと
ということで、購買率のエンハンスを打ちながら、まあ、ダブルドロップ変換的なことができますよとなっております。でバルボアに関してはなんか急にこのね、回復強化プラスが2個つくというところで、まあ、回復キャラになったような感じがしなくもないんですけども、はい、このキャラに関しても超つなげ消しゲットしております。超覚醒込みで2つですね。はい、でもう1個の形態に関しても火力覚醒がゴリゴリになっております。急に超コンボ強化3つ追加されていて、なおかつ超覚醒にもう1個あるので超コンボ強化4つ持ちになれると。でまあこのキャラに関しても副属性ない形態になっているので、このね貴属性でピンポイントで攻撃枚数1枚でみたいなことを考えたら、まあ、とても優秀な枠になったんじゃないでしょうか。でドットに関してもパワーアップきております。もともとバランスキラー4つ持ちで、まあコンボ強化もあってっていう感じだったんですけども、無効貫通が追加になっていて、超覚醒の方でバランスキラー4つ持ちを担保できるというか、まあそこで補えるようになっております。まあ純粋にね無効貫できるようになったバランスキラーもりもりマシンになったということで、まあこれに関してはランダムですかね。はい、バランスキラーぶっ刺さりってところで、まあ、活躍の機会もあるんじゃないでしょうかといった感じで、まあ、今回に関しては個人的には完全に武器がちょっといろいろやべえなと思っていて、全部強くないですかこれ。はい、なんでね、まあ持ってない方もいるとは思うんですけど、持っているというか誰でもゲットできるであろうマシンノアとかはね、ぜひ作っておきましょう。そんな感じで本日は以上です。さよなら。